俳優、松尾さとしの実話をベースにした同名エッセイのドラマ化、拾われた男に出演している中野多賀さんと伊藤沙莉さんにインタビュー。役作りや撮影の裏話、俳優としての生き方について語っていただきました。ドラマ、拾われた男は、役者を目指しながらレンタルビデオ店でアルバイトをしている松戸さとし、中野多賀が、偶然、モデル芸能事務所の社長、薬師丸ひろ子の落とした航空券を拾ったことをきっかけに、事務所に所属。俳優として少しずつ歩む姿とともに、後に妻となる比嘉由依、伊藤沙莉との出会いや、兄、たけし、草津義との確執など、波乱万丈な人生の一部も書いた作品です。バル、主演の中野多賀さんと、共演の伊藤沙莉さんに本作に出演を決めた理由から、お話を伺いました。俳優、松尾さとしの波乱万丈な人生に驚いた、俳優の松尾さとしさんが執筆された自伝風エッセイのドラマ化、拾われた男、のオファーが来た時のことを教えてください。中野多賀さん、以下、中野、松尾さんとは、ほぼ面識がなかったので、なぜ、僕なんだろう、と思いましたが、松尾さんが執筆された原作がとにかく面白かったんです。バル、松尾さんの人生がこんなに波乱万丈だったことに驚きましたし、縁や運に引き寄せられて、主人公が成長していく姿や、お兄ちゃんとの複雑な関係性など、すごく興味深い内容でした。また俳優として、松尾さんの苦い経験や悔しさにも共感するところは多かったです。こんなに愛さずにいられないキャラクターの主人公なら絶対に演じたいと思いましたし、演出は井上剛監督。共演者も魅力的な方ばかりで、これは楽しいドラマになりそうだと思いました。今も現役で活躍されている俳優さんを演じるプレッシャーはありませんでしたか？中野、松尾さんを演じることへのプレッシャーは、なかったですね。物語が面白いので、台本通りにやれば絶対に大丈夫だと思いました。伊藤さんは、松尾さんから原作のことは聞いていたそうですね。伊藤沙莉さん、以下、伊藤。はい、新型コロナウイルス感染症拡大で、緊急事態宣言が発令された時、松尾さんとリモートのみをしたんです。その時に、松尾さんが、これやねんと原作の、拾われた男を見せてくださって、映像化したら、沙莉に演じてほしい役があんねん、と言われていました。バル、その後原作を読み、奥さんの欠役かな、と思っていましたが、松尾さんが私に演じさせたい役は全然違っていたみたいです。わら。でも結果的にその役は、イメージにぴったりの女優さんが演じているので、パズルのピースがバチッとハマった感じがしました。また、松尾さんは人を楽しませるのが大好きな方なのですが、そんな松尾さんの影の部分をこの作品で知ることができて、より魅力的な先輩だと思いましたし、本当にこのドラマに関わることができてよかったです。役作りとして、松尾さんのご家族に会ってお話を聞いたりする機会はあったのでしょうか？中野、ご家族にはお会いしていないのですが、松尾さんとはクランクイン前に一度、食事に行きました。松尾さんは、自由に演じてほしい、と言ってくださったので、脚本を読み込んで役作りをし、井上監督とも相談しながら、松尾さとし、ではなく、役名の、松戸さとし、として魅力的なキャラクターになるように意識しながら、自由に演じさせていただきました。